グラティアヌスが記された校歌フラウィウス・グラティアヌスは、ローマ帝国の皇帝、イボ帝に、ウアレンティニアヌス2世がいる。ウアレンティニアヌス1世の長男として生まれ、367年に7歳で、西方聖帝の称号を受ける。375年に父ウアレンティニアヌス1世が、死亡すると、イリュリクムのローマ軍団が不穏な動きを見せた。当時まだグラティアヌスは歳に過ぎず、 拠点もトリーヤであったため、フランク人の老ンメロバウデスがシルミウムでグラティアヌスの異母帝、ウアレンティニアヌス2世をグラティアヌスの共同皇帝に擁立し、軍団にウアレンティニアヌス2世への忠誠を誓わせることで、事態を収集した。この処置に、グラティアヌスは不満もあったようだが、結果としては、メロバウデスの処置を受け入れることとした。 376年頃から東ローマ帝国は蛮族の放棄に苦しむようになり、グラティアヌスは東ミカド、ワレンスを支援するためにメロバウデス、リコメル、バウト、アルボガストといった重臣たちをたびたび東方へと派遣した。378年にはバウトやメロバウデスらと共にライティアに侵入してきたアラマンニ人を迎え撃ち、アラマンニオプリアリウスを廃止させる活躍を見せた。 しかし、この幼きグラティアヌスの戦勝は、かえって、東ミカド・ワレンスに焦りを与える結果となり、ワレンスは378年のハドリアのポリスの戦いで戦死してしまう。グラティアヌスは、ヒスパニアでイントン生活を送っていたショーテオドシウスを呼び寄せ、グラティアヌスが処刑を指示したショーテオドシウスの父である、大テオドシウスの名誉回復を約束し、 テオドシウスを東方担当の共同皇帝に任命した。とはいえ東方の軍団は壊滅状態にあったので、当面テオドシウスを支えていたのは、グラティアヌスによって派遣されたリコメル、バウト、アルボガストラ、フランクの軍団であった。当初、グラティアヌスは父アレンティニアヌス一世によって、付けられた教師、アウソニウスらの指導に耳を傾け、異教に対する。 関与令を出すなど父の恩恵な宗教政策を踏襲していた。しかし378年に立ち寄ったミラノで同地の司教アンブロジュースから説得を受け、その方針を一転させた。グラティアヌスは379年初頭にローマ皇帝として初めてポンティフェクス・マクシムスの衣装を羽織ることを拒否すると、同年夏には関与令を撤回、382年には、 ローマ神官団やウェスタ神殿の巫女の権利を剥奪し、アウグストゥスによって設置された女神ウィクトリアの勝利の祭壇も元老院から撤去させた。グラティアヌスは381年からは拠点もミラノへと移し、ますますアンブロジウスの影響を受けるようになった。彼の宗教心が増大する一方で、古代ローマの伝統宗教を信仰する人々が多く残っていた。 元老院や軍隊といった層からの指示は、急速に失われていった。383年、ブリタンニアのローマ軍団が、マグヌス・マクシムスを皇帝と宣言して、ガリアに進軍を開始すると、それを迎え撃ったが敗走し、ルグ,グヌムで殺害された。敗北の原因には、ベロバウデスの裏切りがあったとも言われるが、詳細は不明である。コンスタンティウス2世の唯一の実死。 コンスタンティアと374年に15歳で結婚。妻コンスタンティアは12歳頃と考えられている。コンスタンティアは383年に死去。死亡日は不明だが、グラティアヌス死去時には5歳に来たという女性の存在が確認できることからして、グラティアヌスが殺害される8月25日より前と考えられている。ヒエロニムスが表した。 ヒエロニムスの年代記によれば383年12月1日にコンスタンティアは埋葬されている。没年齢は20から22歳頃とされる。コンスタンティアとの間に生まれた男子の消息は記録がなく不明である。5歳ライタとの間に子女はいない。ライタは410年のアラリック一世のローマ略奪まで存命していることが記録から確認できる。 なおき 1999p65 ギボン 1952p186 なおき1999ピアニッシ七72から73グラウティア・ヌース西洋古典学辞典、なおき 1999p79ABCD なおき1999ピアニッシモ、79から80オストロゴルスキー 2001p117 ABC 南川 2013P173 直木 1999P80 ありがとうございます。